ミック・テイラー、マイケル・ケビン、ミック・テイラー、マイケル・ケビン・ミック・テイラー、1949年1月17日体は、イギリスのミュージシャン、ローリング・ストーンズの元ギタリストとして、最も有名である。ローリング・ストーン氏の2007年11月号の企画、ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も過小評価されている25人のギタリストにおいて、第8位。 2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第37位。ハートフォードシャーのウェリンガーデン式で生まれ、同州のハットフィールドで成長した。9歳でギターを演奏し始め、その才能は非凡なものがあると認められた。素人時代に、エリック・クラプトンが欠場したブルース・ブレイカーズのライブに客席から飛び入りし、 クラプトンのギターを完全にコピーしてみせたという伝説を持つ。わずか17歳で、ジョン・メオールのブルース・ブレイカーズに加入し、ツアーやレコーディングを行った。1966年から69年にかけて、テイラーは、ブルースとロックンロールを元にしたその演奏スタイルを確立していった。 ローリングストーンズは1969年に3年ぶりの北米ツアーを行うことを熱望していたが、問題があった。バンド創立以来のギタリストであったブライアン・ジョーンズは薬物依存を脱しようと、務していたが、警察に必要に家宅捜索等を行われた結果、二度逮捕されてしまい、海外ツアー実施の障害となっていた。ステージから遠ざかっていたストーンズは、過去のバンドとみなされ、 その価値をステージ上で証明する必要があったため、1966年以来3年間、遠ざかっているワールドツアーを絶対に行わないといけない状況にあった。逮捕前から他のメンバーから阻害されつつあったブライアンは結局、バンドを解雇されることになり、解雇後間もなく自宅のプールで溺死した。この場所は熊野プーさんの著者で知られる A. A. ミルンがかつて所有していた農場で、 現在もハートフィールド村にある。ストーンズ参加は5年後にメンバーとなるロンウッドの場合と異なり、オーディションは行われなかった。ブライアンの脱退後、ミック・ジャガーはジョン・メイウォールからテイラーの紹介を受け、当時録音中のレッド・イット・ブリードのセッションに参加させた。テイラーはカントリー・ホンク・リブ・ウィズ・ミーの2曲に参加したが、単なるセッションの仕事と考えていた。 数日後、ジャガーはテイラーに、ストーンズの正式ギタリストに選ばれたことを伝えた。ホンキートンク・クウィメンのギタートラックは、カントリーホンクでのテイラーのリフにインスパイアされ、再録音されることになった。そのため、ホンキートンク・クウィメンには、解雇前のブライアンの演奏を含め、ギターが3トラック収録された。テイラーが参加したライブは1970年の、ゲットヤーやヤーズアウトに収録されている。 同作は、オルタモンとの悲劇の一週間前、マディソンスクエアガーデンでの2夜、連続ライブの模様収録された。彼の参加した、スタジオアルバムは、スティッキーフィンガーズ、メインストリートのならずもの、ヤギの頭のスープ、イッツオンリーロックンロールの4作品である。ストーンズ加入後は主に、リードギターを担当していたが、一部の曲、ビッチ、シェイクユーはヒップスなどでは、 リズムギターに回り、非常に的確なリズムギターを披露していた。また、フィンガープリントファイルでは、ベースも担当した。テイラーはストーンズを1974年12月に、脱退する。自作、ブラックブルーのセッションが、西ドイツのミュン編ンで始まる頃であった。脱退について、テイラー自身は、メンバー間の個人的感情の問題ではなく、 純粋に音楽的理由で脱退したと語った。ニック・ジャガーは、テイラーの脱退を冷静に受け止めており、1995年に、ローリングストーンチのジャン・ウェナーとのインタビューで、テイラーがメンバーだった時期が、バンドの最も音楽的に充実した時期であったと認めた上で、彼は、ソロ経歴を積みたかったんだよ。僕が思うに彼は、キースとうまくやっていくのが難しいと悟ったのさと、語った。 キース・リチャーズは彼の脱退に対して不満を漏らしたがギターワークについては後に加入するロンウッドの方がブライアンとやってた時のような感覚に戻ったとも語っている。この頃リチャーズと不仲だったというビル・ワイマンはこの脱退に乗じて自身のプロジェクトでバンドを組まないかと誘ったという。チャーリー・ワッツも後年あの時期での脱退は不適切だったと思うと それぞれ語っていて、脱退について、メンバーそれぞれに、全く異なる印象を与えていたことが伺える。しかしながら1981年12月14日に、テイラーは、ストーンズのカンザスシティ、アローヘッドスタジアム公演に参加した。また1986年12月28日の、テイラーのニューヨークククラブでのコンサートは、キースが参加している。彼らは、 キー・トゥ・ザ・ハイウェイ、キャン・ y c ヒア・ミー・ノッキングを演奏した。1987年には、キースの初ソロアルバム、Talk Is Cheap, 988年の、ストゥッド・ユー・アップのレコーディングに参加しており、キースから、なんで、お前のことが嫌いなのかよくわかったよ、とジョークを飛ばされたといい、1980年代に、入って、以降は、互いの持っていた、複雑な感情を時が解消しており、 現在、メンバーたちとの関係は良好である。こういったことがきっかけとなって、ストーンズの1989年にロックの殿堂入りの際にメンバーとして共に舞台に上がっている。2012年11月にイギリスで12月にアメリカで開催されたストーンズ50周年記念ライブに参加して、ミドナイトランブラーで見事なギタープレイを披露してファンを歓暦させ、その後、 2013年から2014年のワールドツアーにはゲストミュージシャンとしての扱いながら毎回参加しており、公演後のスタンディングオベーションにメンバーたちと共に応えている。1973年にバージンレコードのリチャード・ブランソンの誘いを受けて、マイク・オールド・フィールドのチューブ・ラー・ベルズのプロモーションライブに参加している。ザ・ローリング・ストーンズ脱退後、ジャック・ブルースのバンドに カーラ・ブレイと共に参加して、UK 国内のツアーを行い、スタジオレコーディングまでには至らなかったが、マンチェスター公演のライブ録音、ライブアットザ・メンチェストル・フリートレード・ホールをリリースしている。1977年には、マイク・オールド・フィールドとのライブで共演した、ピエール・ムーラが率いるピエール・ムーランズ・ゴングのレコーディングに参加した後、CBS レコードとレコーディング契約を結ぶ。 1978年頃からソロアルバムの制作にかかる。1979年に熊原田、ムーランダの協力のソロアルバム、ミック・テイラーをリリースした。1982年には、ジョン・メイウォールブルース・ブレイカーズの再結成ツアーに参加後活動拠点をニューヨークに移す。翌1983年のボブ・デランのアルバム、インフィデルの録音参加をきっかけに、 ボブ・ディランの依頼を受け1984年の夏の欧州公演のオープニングアクトとバックアップメンバーとして活動しライブ作品リアルライブを残している。また、翌1985年のスタジオ録音作品エンパイア・バーレスクにも参加して録音している。ロサンジェルスでのスタジオ録音のセッションミュージシャンの活動と並行してキーボード奏者のマックス・ミドルトンと共に 自身のバンドのライブ活動も続け、1987年には初来日公演を行った。1990年には前年のライブ公演を収録した、ストレンジャー・イン・ジスタウンをリリースシール。また、ロサンゼルスのザ・テクストーンズのギタリストであり、ボブ・ディランとの活動を通じて、友人関係にあるカーラ・ウルソンとのライブ活動を行っており、共同名義の数枚のライブ作品をリリースしている。 1999年には2作目のオリジナルアルバム、アストーンズスローを発表している。With Rolling Stones メンバー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。